ね、そうですねちょっとあのさっき見てましたけど認識はしてたと思うあ来た来ましたあ来ましたあざすああよかったっすあざしたいやいやありがとうみあのあなたのおかげでできましたええー、とんでもないすいませんじゃあ頑張ります見せてもらいますはい失礼しますやったぜよし 見ようぜあ作成じゃねえよえっとエディットその他めっちゃいっぱいいるやべえまずまず俺から見ようぜ <laughs> いいねえ加藤純一まずは俺だ

マジで37歳ちょっとさ、年齢がさ、やばくないか、年齢が。37か。中村勘九郎って誰中村勘九郎って誰俺知らねえんだけど、歌舞伎役者。中村勘九郎も作ってくれた。これおそらくこいつの個人的なデータだろうな。抜きさんクソ似てんじゃん。 <laughs> 5月病マリオ行くよ。マリオさんで。<laughs> マリオさんちょっと改良の余地あるな。マリオさんちょっと後で改良しよう。野田総理。あー、ちょっとやっぱ野田総理とかになると難しいよな。セピア。<laughs> まあ、言わんとすることはわかる。言わんとすることはわかる。これでも、ちょっと改良の余地あるな。あ、俺もいるじゃん。 な,なんかでもかっこよすぎんな、この俺。上の方が似てんだろう。こっちの方が俺似てないか。後でかい改良しような。そんで。<laughs> ちょっとさ、ゆいがもっと改良できるだろう。この辺。あ大石さん、ま、ちょっ、あ、つか、メガネとか無理だろか。てか、じじいすぎるだろ。お前、こんなんでどうやってお前世界飛んだよ。 一番最年少でマリオさんの27歳じゃねえかお前 <laughs> 大井さんに似てるな <laughs> お前これディースってんだろ河村さんもっと絶対いけるだろうな河村さんもっと覚悟できるよな山田さん <laughs> 山田さんも、戻って50って。お前もうこれできねえだろう山田久志めちゃめちゃ似てるめちゃめちゃ似てるめっちゃ似てるこれめっちゃ似てるな久保田学部。あ似て、まあ、似て、まあ、さんって感じだな。ジャングル鬼様の動お前これ大抜き親屋じゃねえかよ。 大抜き深夜。ちょっと、ね待って、大抜き深夜似すぎじゃねえちょっと。抜きさん似すぎてないか。これ栗田。あ、まあ、クリま、栗田特徴的な子が。46って、ネルさん。ああまあネルさんこんな感じが。ネルさんが一番身長だけんだ。なんだこのミニチュア軍団。ミニチュア軍団すぎるぞ。亀五郎か。 あ <laughs> めっちゃ似てる。お、カメゴロめっちゃ似てる。カメゴロめっちゃ似てる <laughs>。夏の <laughs>。あーなるほど。これちょっと俺が、しばき上げていかなきゃいけないな。<laughs> 叩き上げていかなきゃいけない。